メッセージをこれにいただけたのか。なるほどね、はい。あ、もしもし、うんうん、もうね、お、もう終わるよ、うん、あの、た、もう食べた、うん、で、もう終わるからさ、近くのね、アマンドっていう喫茶店で今コーヒー飲んでるから、すぐ戻行くから、だから車に、あ、俺キー、俺が持ってる、まあ、あの、大丈夫、あの、ギャラリーにちょっと戻っててもらえればすぐ行くからね、よろしく、はいはい、はい、どうも。そのコメントを、はい、うん、こちらの方にいただければと思います、はい、みんなに、うん、あの、今回のグループ展に向けて、うん、一言とか、まあ、デザイン家の思いとかの、はい、まあ、要するに過去にね、はい、今、いわゆる受験校になっちゃった本郷高校がね、はい、過去にその教育の多様化と称して機械化を作り、電気化を作り、そしてデザイン化を作ってね、いろんな人たちのね、能力を少しでも引き出して、社会に役立てるという私立の教育理念の基本をね、はい、携えて作ったデザイン科がね、今はね、もう完全になくなろうとしてると、はい、でそれと全く逆行するね、予備校化する本郷高校の今の現状に対してね、それはその進学率で成果を上げてるかもしれないけれどもね、はい、本来の私学の、ね、役割を果たしてないと僕は思うんで、そういう、ね、実績があった本郷高校のデザイン科のことは絶対忘れないでほしいというね、いう意味でも、その過去のデザイン科の卒業生やの活躍やね、先生方の、考え方をやっぱり残しておく必要があるという意味でね、今回 の企画に大いに期待してます。あ、よろしく、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。かなりね、はい、僕なんかもね、辞める際にちょっと学校に、ちょっとね、反発してね、うん、いや、僕はね、今のね、受験校については真っ向から反対してるね、ね、それと逆な考え、勉強なんかできなくていいから、絵だけ描けるだけでもいいから、ね、絵が描ける能力があるんですよ、ね、または音楽ができる能力がある、体操ができる、走る力がある、いい、必ず一つの、ね、人間って能力がある、それを引き出したことが教育なんだ、ね、記憶力でもってね、テストにね100点取れる能力だけの子はね、優秀だってことと全く違う、まあ、そういう意味でね、デザイン科がなくなっちゃったということはもう非常に悲しいことで、ぜひそういうものがあったということを、ね、記録に残さない、そういう意味でね、みんな君たちやってるのは非常に、はい、いいことだと思ってるんで、協力します。あ、はい、そういうことです。ありがとうございます。そういうのをまとめてください。はい、わかりました。はい、これは、はい、いついつまでにこういう、秋元だとか、ね、エアラだとか、はい、ね、あといろんな卒業生、うん、コンタクトをつけてあれしてくれって言えば、僕は手紙を書いて、ね、はい、お願いするというような、そういうのはいくらでもやりますから、はい、ね、お願いします、はい、ただまあ僕は病気で入院してたりなんかもあるかもわかんないからね、そういう時には、まあ、関間さんなり、はい、関間さんがあまり比較的協力的だと思うんですよね、はい、うん、小沢さん、まあ小沢さんも分かった、まあ大変だから、よろしくお願いします、ね、はい、よろしくお願いします。先生に渡す、うん、僕らの、あ、はいはい、そうですね、はい、じゃあちょっといい、ゆうまくん、はい、うん、これ先生